やる気が出ない。やる気が出ない。ということで、やる気が出ないので、今日はですね、まあ、だらだらお話をしましょう。今日話す内容はですね、YouTuber ってすげえなっていう、ゲーム実況者じゃなくてね、話をね、私のチャンネルだと特に言ってなかったんだけど、ラファエルさんと柴田さんの動画に出てですね、普通にサバゲーして遊んだんだよ。うん。でさ、たださ、サバゲーして遊ぶだけの動画だったんだけどさ、でもさ、やっぱ1日かかるわけじゃん。やっぱ、サバゲーだから都内じゃできなくて、どっか、まあ別のところにある、ちょっと行ったところにあるさ、フィールドに行って、でそこでやるわけだけどさ、やっぱ移動にも時間かかるわけじゃん。電車でも、まあ1時間、2時間やっぱかかると。で、朝から準備していって、で、まあ帰ってくるのはまあ夜、まあ多少疲れてさ、帰ってきて、で、それを動画撮影、まあね、1日かかっていって、で、まあ2本ぐらい撮影したのかな。うん、で、動画を帰って出すと。いや、これ毎日ね、それやってたらね、いや、もう死ぬだろうなとちょっと思って。だから俺 YouTuber とか顔出しでね、こう毎日やってる人たちってすごいんだなっていうふうなのに思った。俺さ、ちょっと4月はさ、実家に帰る予定があったりさ、ちょっと海外行く予定とかがちょっとさ、行こっかなと思ってて、でとなるとね、もう何が起こるかっていうと、俺1日4本出してんのね。俺のチャンネル見たら分かると思うんだけど、で在庫は欠損するんだよ。在庫がなくなって出せなくなっちゃうんだよ。で、じゃあそんな気にするな、くん休めやって思うかもしんないじゃん。でも、まあ、休むわけにもいかなくて、っていうのも俺は編集の人を雇ってるのね。で、できるだけ在庫が尽きないようにしなきゃいけないの。できるだけね、できるだけ在庫が尽きないようにしなきゃいけなくて、だから撮影を貯めとかなきゃいけないんだよね。例えばこれを撮って、これは、例えば人狼は人狼のこと分かるやつじゃないと編集できないじゃん。だから人狼やるこの分の撮影をして、でやっぱ毎日出せるようにしなきゃいけないから、まあそれ相応の管理をして、でまあ人狼もやりつつ、あとフォートナイトとか PUBG とかそういう APEX とかもやりつつ、でそういうのができる編集の子、あとはもうマインクラフトとか、まあそういうこうちょっと難しいというか、ちょっとこう凝った編集が必要なものとこに関しては、あの子のための在庫これでとか、まあいろいろしなきゃいけないんですよね。LINE 校のさ、 LINE の一番こう最初の始まりの過程と一緒でさ、なんかこうそれがないと始まんないのよ。それがないと始まんなくて、俺の撮影がないと始まらないから、俺が休んだらみんながね、お金稼げなくなっちゃうから、俺が休むわけにはいかないんですよ。でまあそれはもうそういうね、まあ、ちょっと愚痴話はさておき、なんかでも YouTuber はすげえなーって思ったな。外で毎回出てこうやってさ、カメラつけてるだけなんですよ。カメラつけて、でまあ俺の場合コンタクトレンズね、こう入れて、俺片目しかさ、こっちの目ちょっと俺病気になったから、まあ見えはするんだけど、コンタクトレンズつけてるのは左だけなのよ、実は。で左目にね、こう入れて、でサングラスつけて、もう、まあ、髪の毛良かった、マジで縛って OK だからさ、クソ楽なんだよね。でまあそれはまあいいんだけど、で服もまともでもないんだけど、服着て、でまあ撮影すると、それだけでもこう、今日起きたのがさ4時でさ、今2時なのよ。4時から2時までで、朝起きてやったことはといえば、まあ、動画の公開とか作業とかいろいろしたり、あとサムネイルの依頼をしたりとか、あとは、うん、なんかゲームのソフトをインストールしたりとか、あとご飯を食べたのと、あとはお風呂に入ったのと、あと映画を1本見たかな、うん、フィフスウェーブっていうなんか映画を見て、 Amazon プライムで、あんま面白くなかったね、うん、であとは、漫画見たかな。最近藤子 F 不二雄さんの SF 集みたいな、
ドラえもん描いた人のちょっと大人向け SF 集みたいなやつを、電子書籍で読んでて、でなんかそれをずっと読んじゃって、マジでここ最近さ、俺8本、6本分は毎日撮ってたんだけど、今日久しぶりに起きて10時間で0本なんだよね。これやばいと思ってね、今この動画を撮ってるんですけど、最近かなりやってたから、もうプツッと糸が切れちゃって、ただね、オフにするわけにいかないから、1本は絶対動画を撮ろうと、いうことでちょっと今、撮ってます。で、俺もさ、鳥取とか行ったりとかさ、北海道行ったりして動画撮ったじゃん。それでもさ、いや大変だな、これだけ頑張って1本とか2本の世界なんだっていうので、でもう本当に尊敬するね、 YouTuber。 なんかやっぱやってみないと分かんないところはやっぱあるよね。当たり前なんだけどさ、やってみなきゃ分かんない。なんか動画投稿サボってるとかって、俺もちょっと思った、なんか思ったりし、なんで毎日投稿しないんだろうとかって思ったけど、ありゃできんわな、ありゃできねえわ。で、ゲーム実況者ってのは割と楽だよね。くっそて、なんかもう、普段の俺の なんか生活が垣間見える感じだけどさ、ゲーム実況者めっちゃ楽でさ、いやでも、ゲーム実況者って俺、株と似てると思うのよ、株取引と。例えばさ、伸びるゲームやってたらさ、そいつも伸びたりすんじゃん。例えば荒野行動やってた子がバーンって荒野バブルって言って伸びたりとかもしたし、今フォートナイトとか、だいぶフォートナイトバブル続いてるけど、フォートナイトやってる人が伸びたりとか、永久不変にね、伸び続けてるマインクラフトとかいうコンテンツもあるけど、俺も人狼ジャッジメントとか BBG とか BF4 とかね、今までいろんなゲームの力を借りて伸びてたけど、でもさ、やっぱそのゲームが死んだ時にそいつ死んじゃうんだよね。例えばモンストとかパズドラやってた YouTuber とかってさ、死んじゃうんだよ。別に荒野行動もそうだし、フォートナイトもそうだし、それしかやってない YouTuber ってさ、やっぱ死ぬんだよね。その自分の力だけだったら、やっぱ出し切れないから、数字って。例えばさ、俺の動画を見てほしいんだけど、人狼ジャッジメントの動画って10万再生、ほぼほぼ絶対超えんのね。でもやっぱ、他の動画だったら、5万再生とかになったりとか、この動画、俺の見立てじゃ7万再生かな、初動の。1週間で7万再生か8万、8万再生いくかな。でも、やっぱり人狼ジャッジメントのコンテンツ力、もちろんその動画は面白いから見てるっていうのはもちろんなんだけど、にはやっぱ勝てないし、その力はあるよね。その人狼ジャッジメントって面白いゲームをやって動画にすると。で、よくあるのがさ、なんかすごい、それしかどう、そのゲームしかやってない子の YouTube チャンネルで、それ以外の動画は伸びないみたいな。例えばわかんないけど、Apex だけやってるチャンネルで、急に、なんか荒野行動上げたら、荒野行動だけ再生数がもう10分の1ぐらいになっちゃうとか、別にそのゲームは何でもいいんだけど、誰しもあると思うんだよね。だからこう、株要素があってさ、なかなかこう、自分の力によらない死亡が訪れるからさ、そういうゲーム実況者って辛さもあるんだけど、なんか、自分の力によらないさ、上昇、例えば自分のやってるゲームが偶然バズるとか、そういうのもあるから、しょうがないのかなって気はするけどね。ゲーム実況者は YouTuber よりは動画1本に対するコストは、割とマシな気はする。ただプロゲーマーとかやっぱ別かな。一本、めっちゃうまいゲームで見せてる人とかって、投資時間がすごいかかるわけよ。そのもちろん、その遊びでやってる延長だから、そのゲームはね、基本的には、最初はみんな遊びで始めるじゃん。いきなり最初に仕事のつもりで始める人って俺いないと思ってて、いないよね、そんな人。で、うまくなるために、何千時間も時間をかけるっていうのがあって、そういう意味では割に会うまでにはかなり時間かかっちゃうって感じはするよね。なんか俺さ、この動画のタイトルにはちょっと、しないんだけど、なんか、ケンキってやつがいるのね、YouTuber に。そいつがさ、プロゲーマーのセカンドキャリアがうんぬんかんぬんって言ってて、あーと思って動画見てさ、ちょっとそれについてさ、
まあ、ちょっと俺も話したいなと思ったんだけどさ、俺 も前プロゲーマーだったのね。まあ、それはあのさておきさ、その、まあ、こういうさ、まあ、全然ちょっと違うニュースなんだけどさ、あのこういうニュースがあってさ、ヤフーニュースで俺見たんだけど、今日ねずっと時間がさ、なんかやべえなんでこんなやる気出ねえんだと思っていろいろ見てる中でさ、あの仏教とかその日本のこう神道とか思想に関する研究をしている大学の博士号を取った女性がいて、博士ね、博士号を取った女性がいて、まあ、すごい研究をしてて、もう文献とかもすごく出して、論文ももちろん出してて、すごいこう研究者としてすごく実績を残しててすごい人だったんだよね、その女性が。でもその2016年に自殺をしちゃったんだって。でその理由がそのやっぱ生活が苦しいと、その道をねすごい探求していたが、やっぱり就職先っていうのがやっぱ40代の方でやっぱない、難しいっていうので、まあ、それがきっかけになってこう自分で死んじゃうっていう風な道を選んじゃったらしくて、でまあこれプロゲーマーも同じじゃないかなみたいな、その何なんか俺プロゲーマーって儲かんないと思うんだ、儲かってないんだよね、そこまでその似たようなことをしてる YouTuber と比べたらなんか儲かってはいない気がするし、リスクが高すぎるんだよ、めちゃくちゃ、そのめちゃくちゃリスキーで、そのさっき言ったようにさ、その株と一緒でさ、あの自分が例えばそうだな、何でもいいんだけどさ、まあ、例えばフォートナイトでプロゲーマーをしましたってなった時にさ、まあそれフォートナイトが流行ってるうちはいいっすよ、うまいプレイ見たいとかって言って来てくれるからさ、でもじゃあフォートナイトが死んだ時にどうするんですかってなった時にもうどうしようもなくなるんだよね。で今ってさ、こうゲームの移り変わりすごい激しいじゃん、ちょっと前まではさ荒野行動って言ったのにさ、もうだんだんみんなやんなくなってきてるしさ、たかだか 2,3 年サイクルなんですよ。でまあプロゲーマーって一つの、さっきも言ったように一つのジャンルのゲームにね何千時間もかけてやっていく中で、例えばまあ移住先が見つかるようなタイプのオワコンの仕方だったらいいんだよ、まあそうだな、まあ PUBG から荒野行動に移ったとかさ、そういうこう移住が簡単だったらいいんだけど、その移住って難しいんだよね、偶然にも左右されるし運にも左右されるし、本当に運に左右されまくるんだ。だからめちゃくちゃ難しいっていう状況でさ、でプラスもうプロゲーマーって言葉にあんまりこう言葉のパワーっていうのがさあんまもうないなくなってきちゃってて、もうみんなプロゲーマーなったりするし、そのスポンサーがつきやすくなってるから、ただスポンサーがついたからといって食えるだけのお金がっていうかさ、食えるだけのお金がもらえるってだけでさ、そっちに生活振っちゃうとさ、それこそ30歳40歳になってどうすんのって話になるし、そのまあ昔プロゲーマーだった人たちがゲーム会社に就職しましたとか、デバイスメーカーに就職しましたとかね、あのマウスのメーカーとかに就職しましたとかって話とかも聞くんだけど、でもそれだったら普通に大学出た方が良くない？多分大学出て、大学入っていい大学入った方がいいんじゃねって気がしちゃうんだよね。だからあんまりこうセカンドキャリアとか考えるやつはそもそも向いてないのかなみたいな、 YouTuber とかゲーム実況者も、まあ、そうなんだけど、プロゲーマーに関しては特にそうで、セカンドキャリアとかこれやこの次何やろうかなみたいなのを考えてる時点でもう向いてないのかなっていう気がするし、常人だったらやっぱ気にしちゃったりするから、あと、まあ、今インターネットの時代だしさ、世間体ってどんどんみんな気にしちゃってくると思うんだよね。こう人にどう見られてるかをすごく気にしたりするようになってくると思うし、こう人からの評判っていうのが SNS とかを通してさ、すごくこう拡散されやすくなってるわけじゃん。もう例えばなんかで炎上したらさ、もうこいつはもう人間のクズだみたいな感じで、もうひどい、まあ
実際ひどいことをしたら、まあ、そうなっちゃうのはしょうがないんだけど、もう人間の人格否定までもういくわけじゃん。普通に生きてりゃさ、そんなこう人格を否定されつされることって、まあ機会としてあんまりないけどさ、もろにやっぱりこう人の評判とかってやっぱぶっ刺さってきたりするからさ、 SNS って。だからそういうのを全く考えない、セカンドキャリアとかこう自分の地位とかを考えないような、まあ、最悪、まあそうだな、まあなんかもう、バカにしてるわけじゃないけど、もう最悪フリーターとか、そのもう全然稼げない仕事とか、もうきつくて、もう誰もやりたがんない仕事とかをこうやる覚悟がないとなっちゃいけないんじゃないかなっていう気がする。その、まあ今を生きるみたいなさ、こう難しいんだけどさ、いや俺もこう YouTuber をやる時にさ、すげえ迷ったのよ、悩んだんだけど、今はいいけど10年後どうすんだとか思ったけど、なんかその時偶然知り合いにさ、こう短期的に生きるみたいなことを言ってたやつがいて、そのすげえ楽しそうだったんだよね。人生めっちゃ楽しそうだなこいつと思って、でなんか、なんか将来のこととか気にしないのかって言ったら、いや別に1ヶ月後くらいしか考えてないよみたいな、俺にとっては驚愕だったんだよね。でそれを、そいつを見て、あ、もうそういう人生のが楽なのかなと思ったんだよ。まあ、つまりもういい加減ゲーム実況ちょっと、もう今日も夜さ焼肉に行く予定があるからさ、ちょっといい加減ちょっと撮んないとやばいって感じですよね。俺は1ヶ月後とか10年後とかを考えるよりも、今月の在庫というか、あと1時間で、あ、あと2時間ぐらいで一体何本動画が撮れるかみたいなことを考えた方がいいかもしれないね。まあ、ということで、まあ、こういうプロゲーマーとか YouTuber とか、なんか今を生きる覚悟みたいなのがないとやばい気がするわ まあ、面白い仕事だしね。俺は大好きだけど、プロゲーマーも YouTuber も。ただ、まあ、あんま、やめた方がいい気がするね。セカンドキャリアとかないよ。ない。そんなものはない。プロゲーマーない。ないっすよ。セカンドキャリアとか気にするぐらいだったら、大学出た方が、普通に大学出た方がいいかな。別に否定するわけじゃないけど、難しすぎるよね。ストリーマーとかも、結局、やっぱ慣れる人、慣れない人、限られてくるし、運もあるしね。その、あまりにもオワコンになりすぎたら、ゲーム自体がもう死ぬから、ゲーム依存はマジでもう、なんだろうな、全財産でその会社の株買ってるのと一緒。その会社とかに勤めてたらさ、なんだろう、そうだな、みんなに分かりやすい例えでなんかないかな。まあ任天堂にしよっか。任天堂のその株を全財産、全部任天堂にぶっ込みますってやってた。じゃあ、任天堂が落ちた時に自分も破産しちゃうってなっちゃうじゃん。でも、任天堂の社員だったらさ、別に破産はしないじゃん。ゲーム会社だってそうなのよ。ゲームがオワコンになっても、ゲーム会社困んねえのよ。まあ、困るけど、まあ別にもっと別のやつを作ろうって話になったりさ、時代に即したものを作ろうってできるけど、プロゲーマーとかそれができないからさ、まあ、厳しい話ですよ。もうそのワードがね、プロゲーマーっていうワードが武器になる時代はもう残念ながらもう終わりつつあるし、あんまり俺はおすすめはしないかな。なんかもうそれしか道がないとかさ、もう大学なんて到底行ける脳みそじゃなくて、もうずっと引きこもってゲームしかしてませんっていうんだったら、俺はもう活路はもうないかなみたいな、ユーチューバーぐらいしかもうねえわみたいな風になってたら、それもありかもしんないね。もうそれしかないみたいな状況だったら、それもその道もありかなとは俺は思うよ。ただ、普通に大学にも行けるんだったら、とりあえず大学行っといた方がいいよね。それはすげえよ、もう マジで。はい、ということで、まあ
久しぶりにそんな話をしました。 YouTuber すげえわ、ようやるよっていう点だね、前半の話のまとめは。